れも美味しそうですね。ペコラ様、デザートもありますよ。お飲み物はネクタルをどうぞ。こんなに食べきれませんよ。うんうん、種なしパン、バーニャカウダー、ティラミス、おいバイト、メンチカツ、おいバイト、お前だよバイト。ペコラのことですか？お前がペコラかどうか知らねえけど、ぼーっとしてんじゃねえぞバイト。さっさと運べバイト。なぜペコラがこんな扱いを。落ちぶれても元天使ですよ。こんな重いものを背負いながら階段を登るなんて、ここは聖帝十字寮か。このやたら重い箱を階段で上に運び、そしてエレベーターで下に降りる。この作業の繰り返しで時給400円。400円って何ですか？東京都の最低賃金、税抜き958円でしょう。いや、地上で生きていくためには仕方ないか。身元不明のペコラを雇ってくれるところなど他にはないのだから。えっ、しゅっと、重かった。一体何が入ってるんですかこれ。あの人間、いかにも頭悪そうな声してますね。しかしこの作業、何か重大な突っ込みどころがあるような気がするんですが。相対性理論とワープ工法の関係性は、ダークマターとブラックホールについての関連性とも類似している。働く場所が選べないとはいえ、ガチでヤバい場所に来てしまったようです。この人間はまともそうですね。でかいカマキリが俺を食い殺しに来る。やめろ、来るな、来ないでくれ。カマキリ、俺なんか食っても全然美味しくないんだからね。カマキリが俺を、カマカマキリ、飲みすぎましたな。おい、サテシ、普段寿司なんて食えねえだろ。ユリネにお土産だけど、一口開けてやってもいいんですか？現金でもらえるのはありがたいのですが、8時間ぶっ通しで働いて3200円。このうち1000円で食費と日用品を賄い、2200円を貯金していくことにしましょう。とにかくゆっくり寝て明日に備えないと。賃金のあんな環境で働き、住みかを悪魔に壊され、天界からは迎えも来ず、ペコラはHehehehe
流れ星。